皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。オープニング？オープニングですね。え、今までこんな入り方してたっけ？なんかちょっと違う、いつもと。気のせいかな。虚構推理シーズン2の16話ですね。まあ、4話かな。今のところあんまり苦労先輩出てきてないんだよね。今回も欠席だもんね。なんかオープニングに結構、新顔がいるんだよね。なんかもう一カップルいるんだよね。なんか普通に人間っぽいけど。今回で終わるのかな？雪女の話。オープニング終わりました。なんかすごいとこだね、これ。気になるね。あ、そうなんだ。まだ捕まってないんでしょ？まあそうだろうね。もっと警戒するよね。まあ確かにね。そうだよね。持っていくみたいな。そうだね、リスクはあるね。確かに。確かに。それを知ってないもんね。
だからさ、余計に怪しいんだよね。そうだよね。だから誰かにはめられた、みたいな。その顔。なるほど。なんか女性？そうだよね。まあ、そうだよね。そう思った。本当に？あ、そうだね。確かに。やっぱり。会社の人？あの女の人？電話かかった、電話かけてくれた人でしょ？女性。やっぱりかー。私言ったやん、それ。それやったら嫌だなって。なんかね、胸くそというかなんというかさ、一番嫌なパターンだなって。雪女の純真？ね。そうだね。恨んでたのか？
話してたよね。なんか動機がわかんないんだけど。恨んでたの？その後に行ったんだ。まあそうだよね。容疑が向かうようにしてんだもんね。なるほどね。でもショックだよね。なるほど。クッションを挟んだんだね。知り合いいるもんね。それか、そっちなのか。まあね。なるほど。ああ、聞き込みしてる。かわいいな。そんなかわいければいいけど。見てた。すごい見られてるじゃん。そうだね。ずっと一緒にいれないもんな。なんか歓迎されてる？歓迎っていうか、祝福されてる？お許しが出たぞ。それ言うのね。そうなんだ、いるんだ、やっぱり。そんなに？ でも、ある意味子孫を作るのもありなのでは？あれ？来たの？あ、そんな怖いんだ。
なるほど。見た目も変わって見えんの？どんな風に見えてんの？めんこい。なんで北海道弁出た？あれ、東北弁だっけ？イチャイチャし始めたぞ。しっぽりって言うな。やっぱりお姫様抱っこで。ああ、じゃあ嘘だったのね。なんでやねん。馬みたいな妖怪だね。あ、でも浮くのか。そうか、飛ぶんだ。いいな。動機ね。やっぱりそれの裏返しなのか？まあ、それも考えたけど。そこに至るのがな。なんで容疑が向くようにしたの？まあなんか、正幸さんへの執着は感じたけど。そこまではわかるんだけどね。そこなんだよね。自分を頼ってほしかった？あ、やっぱりそうなんだ。そういうことか。自分に振り向いてほしいからね。なるほどね。なんというか、人間って、寒そうね。確かにね。
いや、なんかこう飛んでる時にパソコン落としたら怖いよね。まあ結構盲目になって、ちゃんと見えてなかったんだろうな。なるほどね。想定外だったのか。雪女の献身で。年頃にね。そうだね。そうだね。確かに。結局、女性絡みだね。極めつけ。そうだね。いや、君もじゃない？ やっぱりね。言うと思った。そうなんだよね。あら。その体勢でそこの手握るのが。もうイチャイチャしやがれ。永遠に。続くの？どういう、エンディング入りました。え、この話が続くの？続くってどっちなんだろう？ なんかエンディングも変わった？気のせい？なんかこんな感じじゃなかったよね。ここは覚えてる。あ、そんな部分あったっけ？最初の部分。え、なんか私忘れてんのかな？オープニングといい。 多分忘れてるだけだな。これ、青いバラ？なんで目が光るん？いや、なんか、オープニングはコトコがいなくなるしさ、エンディングはクロウ先輩がふわーっていなくなるの？なんか意味あんのかな、これ。不穏だね。どちらにしても。はい。虚構推理シーズン2の16話ですね。見終わりました。やっぱりねって感じだね。やっぱりダイイングメッセージは犯人が書いたものでしたね。というか、ドンピシャで犯人当たってましたね。なんか前回この人だったら嫌だなーって言ってましたね、私ね。まさか当たってるとは思わなかったな。まあなんか、容疑者がね、
あの話聞いてたら結構限られる感じだったもんね。なんかその奥さんの愛人か、まあまあ正幸さんはないとしても、それかその電話くれた人、登場してる感じだとそれぐらいというかね、結構少なかったよね。でその中でさ、多分彼がショックを受けるというか、まあ犯人だったらちょっと後味悪いなーみたいな感じだったのが、その飯塚さんだよね。まさにそこだったね。でも動機まではね、つかめてませんでしたね。そういうことだったんだね。なんかまあちょっと、なんて言うんだろう、その容疑がね、彼に向くようにっていうところを除けば、なんかやっぱり彼に執着してたのかなっていう感じはなんとなくは感じてたんですけど。なるほどね、人間って難しいね。そっか、歪んでそうなったのかというか、まあなんか愛憎というかね、結局その自分を頼ってほしいってことだよね。容疑を向けられて、まあきっとね、すぐ晴れるだろうみたいな感じで思ってたんだよね、きっと彼女はね。ででも結構落ち込むだろうから、その時に自分が慰めてあげたりとか、自分が必要になるかもみたいな、その時に私が必要になるからみたいな感じでもういっぱいになってたんだろうね、そういう考えで。で奥さんを、まあ誰でもよかったみたいな感じでは言ってたけど、まあ彼を傷つけたからとか、そういう理由付けして手にかけたんだね。なるほどね、確かに女難の層あるかもね。ちょっとなんかめんどくさいっていうか、うん、難がある女性に好かれてしまうみたいなね。なんかそういうのってあるよね、確かにね。なんかことこも言われてたけどさ、あの黒先輩にね、あー先輩もそうかもですねみたいな話してたら、いや君が一番最たるもんなんだけどみたいなね感じだったよね。まあ私もね、それはね思いました。なんか今回のこの事件のあらましというかね、真相を聞いたらさ、なんかもしかして人間より妖怪の方が純粋なんじゃないかなみたいなね、そんなこと思いましたね。まあこのお話の中の妖怪ね、実際のところはわかんないからね。なんかその特にこの雪女なんかはさ、彼のために必死にね、彼をかばおうとしたりとか、彼を助けてくださいってすごい必死になってね、男にね助けを求めてきてね、彼女の純真さね、まあなんかなんて言うんだろうな、人間もさ、いろいろある生物というかさ、生き物だからさ、こういろいろね、ぐちゃぐちゃなのが人間っていうのもあるけど、なんかそのまあ醜い部分も持ってるし、いいところもあるっていうのが人間だけど、なんかそういうこうぐちゃぐちゃっとしてる人間との対比で、こう真っ白な、まっさらな純真な気持ちを持っている雪女ね、ちょっと対比を描いてるのかなみたいなところもありましたね。でこの前のコトコのちょっときつめの虚構推理は、真実を知ってショックを受けるだろうから、それを和らげるためのクッションだったんだね。なるほどね、それを一回先に披露することで少し心の準備を持たせたみたいな、なんて言うんだろうな、そんなところあったのかな。全くそこに行き着いてなかったんだね、正幸さんは。飯塚さんを疑ってなかったんだね。いやまさかこんなにこうね、気にかけてくれて電話をちょこちょこよこしてくれてた彼女がっていう感じでしたよね。まあそりゃショックだよね。でもどこでそのなんて言うんだろうな、どんな風に思われてるかわからないというか、好意を持たれてるかもしれないし、変なところでこう人の地雷を踏んで憎まれてたりとかさ、恨まれてたりとかすることもあるっていうのがね、わかんないからね、怖いよね。恋愛的な意味で執着されてたらさ、
なんかそれがね、今回のことみたいに暴走しちゃってみたいなこともあるんだよね、実際事件でね。皆さん気をつけましょうね。って言ったってどう気をつけたらいいかわかんないけどね。人間関係って一番大変ですよね、生きていく上でね。まあ、ちょっと話それましたけど。いや、なんかもう雪女とね、ずっとイチャコラしててほしいですね、許す限り。まあね、ほんと妖怪と人間だからずっと一緒にいられるわけじゃないだろうけど、もっとなんかこの二人がねイチャイチャしてるところも見たいですね、この先ね。最後の続くっていうのはさ、この雪女の話が続くってことなのかな、それとも違う話になるよってことで続くってことかな。なんかまだでもオープニングでさ、見たことない人たちいっぱいいるから、多分きっと違う話もねまだあるよね。なんか他のカップルも出てきてたよね、オープニングでね。あとなんかなんか妖怪と人間っぽい取り合わせもあったし、何組かいたのでちょっとね他の話も気になりますよね。まあ今回の雪女の話もね、すごいなんか良かったですね。ちょっとほっこりするというか、ニヤニヤしながら見てるところもあって、だから私もこういう正幸さんみたいな、こうなんて言うんだろうな、硬派に見えるけどなんていうのは、ちょっと不器用でみたいな感じの男性結構好きなので、ちょっと正幸さん良かったですね。でなんかすごい可愛い雪女さんがね、まあなんかその魅力的なキャラクターだったので、この二人がすごいイチャイチャしてるのが、イチャイチャというかこうなんか交流を深めてるのがすごい傍から見てて楽しかったですね。まあちょっと事件は事件でね、いろいろ考えるのも楽しかったし、また違うね事件が次起こるかもしれないですけど、そちらもね楽しみに見ていきたいですね。ということで、虚構推理シーズン2の16話、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではマーブルでした。